朝鮮が先ほど弾道ミサイルをですね発射いたしました。日本海に向けて6月5日以来なんですね。今年になってもう何度も6回目ですかねやってますが、珍しくない、いつものことだと日本人は思うかもしれませんが、今回は私は全く違った意味があると思っています。その理由はですね、金曜日の日23日にですね、アメリカの原子力空母ロナルド・レーガンが韓国の釜山に入港してるんですね。でこれ何かというと、米韓合同軍事演習といいますか、訓練ですね、連合訓練。これは要するに北朝鮮が7回目の核実験をやろうとしている、もうその準備がすでに整っているってことを受けて、これをですね、なんとかさせないためにですね、プレッシャーを与えるためにロナルド・レーガンがですね、今釜山港に入ってばかりに、釜山港にいる、この状態であえて弾道ミサイルを撃ったっていうところは、全く今までの実験とは全然違う。やれるもんならやってみろぐらいの勢いでですね、完全にですね、アメリカを挑発しているという点において、ものすごくこれは大きなことだと私は思っています。弾道ミサイルっていうのはとにかく強烈なですね、威力のあるものでして、短い軌道1000キロぐらいから1万キロまで届くと、極端に言うと日本からハワイまでが6400キロですかね。いずれにしてもですね、日本は完全な、もちろんターゲットですし、核弾頭を積んだり、あるいは化学兵器を積んだり、サリンとかですね、そういったこともやれるということですね。ロシアだけでなく、中国だけでなく、ならず者国家の北朝鮮がもういつでも発射できる、いやもう日本をターゲットに捉えてできているっていう状態になっているんですね。こんな時にね、政治家何やってるんですかね、ワイドショーは何をやってるか、こういうことこそちゃんと報道して、日本人の危機意識をちゃんとですね植え付けることが重要だと思いますね。こういうことをやらずしてですね、統一教会問題もちろん大事だけど、それは今始まった話じゃなくて、今はむしろ収まってきている話でしょう。要するに国葬反対のために岸田さんに対してガタガタ言いたいがための材料で蒸し返して、そればっかりやっている野党もワイドショーもね、今やることは何が必要か、この北朝鮮の核だとかミサイルを抑止するにはどうしたらいいのか、国防議論とかですね、そういったものをしっかり進めていく、そういうことを真剣にプライオリティナンバーワンにしてですね、これを考えていくってことが今こそ大事なんじゃないでしょうかね。またそれがそうだと思わない国民が多いんだとしたら、日本はダメですね。それはいくら政治家やワイドショーがアホでも、国民は賢いはずですよ、日本人は。ですからもういい加減にですね、国葬反対、統一教会の話ばっかりじゃなくて、こういうことに真剣に向き合ってもらいたい、そんなふうに思います。動画の最後に失礼いたします。私竹下明則が売買をおすすめする銘柄などをお届けする投資顧問サービス KIS 公式版では、ただいま新規入会大キャンペーンを行っております。自分自身で正しい投資判断ができるようになりたい、長期的には多くの資産も築いてみたい、毎日の利益も積み上げたい、そんな投資初心者が役に立つ情報を毎日配信しております。詳しくは概要欄をご覧ください。